あなたのディスタンウェイ、マジックスの日本。2時6時20分現在の道路状況をお知らせします。東京方向へ走行中の方へのお知らせです。工事情報です。この先の関越トンネルから144キロカットまでの区間でトンネル内設備工事を行っており、車線規制になっています。信号機械のように注意して走行してください。この規制は31日午後5時頃まで行われます。関越ラジオ、福谷よりお伝えしました。